ガニスタンの戦争はまだ続いてますという話ですね、はい、うん、まあ、アフガニスタンどこだということで、まあ、地図でいうとここですと、はい、あ、アフガニスタン、はい、そうですよ、帝国の墓場ですね、はいはい、昔からここに侵攻してきた国は全員滅んでおりますと、はい、そうですね、帝国はですね、世界的な帝国は、はいはい、イギリスも前回、はい、2回侵攻して戦争してやられてますけど、はいはい、アメリカは今あのこの重責を今担っております、はいはい、まあ、帝国の墓場15年間で、現在2400人超の死者が出ておりまして、まあ、2万人が負傷しているということですね。ベイセビッチという、この元軍人の、はい、方がいらっしゃいます。アンドリュー・ベイセビッチ。日本でも翻訳は一冊出てるのかな、はい、僕前から非常に読んでる、まあ、ちょっと左っぽいというかですね、右派の立場から非常にあの政権を批判するタイプの人なんですよ。やっぱり元軍人で、はい、その方がですね、非常に面白い記事をニューヨークタイムズに書いておりました、はい、でその内容がですね、どういう内容か、はいはい、アフガニスタンでアメリカ戦争してることを忘れてんじゃねえかと、はい、こういう記事です、はいはい、でも今、今回のトランプの、演説でもそうでしたし、就任演説他のいろいろコンファーメーションなんですかね、マティスとか、はい、そういう人軍人が一応こう、うん、行ってですね、閣僚に入るために上院の前でこの公聴会開いて、はい、うん、私が実はこうできる人間ですよってアピールしなきゃいけないとこあるんですけど、はい、そこでもあんまり、うん、今アフガニスタンで戦争が起こってるってことを全く話題になってないと、はい、っていうことなんですね、うん、今実際なんですか、8000人ぐらいまでアフガニスタンにアメリカ 軍人を送り込んでるんですね、はい、うん、はい、今この全く改善しない状況にとってどういうふうにその関係している軍人に言われてるか、フォーエバーウォーと言われてるらしいです永遠に続く戦争、終わらないと、終わらない戦争が今ずっと起こってると、はいはい、ということです。でベトナム戦争と同じような状況なんだけど、うん、ベトナム時にもよりも厄介なのがですね、うん、実はその、ベトナム戦争での死者って若者で、シングルの人間が多かったんですよ、うん、今は大体死ぬのが大体40代とか30代とか、はい、結構高齢化しててですね、はい、でしかも既婚の人が多いんです、ね、はい、奥さんがいるとか子供がいる方が死ぬ確率の方が今非常に上がってると、はい、ベトナム時代よりも兵隊行ってる年齢が2割高齢化してて、なおかつ2割の 20%、はい、20% 増しで既婚者が多いと、はい、そういうことらしいです。で今人材が枯渇しててですね、はい、5回これ言ってるんですかね、5回以上何回もアフガニスタンに行ってると、1回ツアーが何回、3ヶ月とか何とかあるじゃないですか、はいはいはい、あれ何回も行ってる人がなんと5万人兵士がいるそうです。うん、5万人もの兵士が5回以上行ってるんですよ、あそこに。金かかるね。まあ、金かかるもそうですけど、もう本当に戦争が終わらないんで早く終わらせたいって言ってるんですけどっていう話ですね、はい、なので全くそういう形で、まあ、戦争が終わらずにっていうことになって、これ我々まずいんじゃないですか、はい、アメリカって今だからアフガニスタンの戦争を手締まいってするよりも、うん、むしろその、戦争はもうそのマネージメントするものだみたいな状況になってきちゃって、はあ、アフガニスタンで戦争してる状態がノーマルな状態になりすぎちゃってて、なるほど、ね、はい、アフガニスタンで戦争してたっけっていう状況にもなってるそうです。これ撤退したらどうなるの、はい、ってアメリカが撤退するとやばいんじゃないですかね。いやもう撤退するとまた IS みたいな感じ、あもう全然出てきますよね、いっぱい出てきちゃって、はいはいはい、ってなりますね、はい、あれになるわけでしょ。だから、はい、うーん、でこれルトワックの話にも今回ルトワックもすごいこの辺批判してたんですけど、はい、まあ、先にネタバレで言っちゃいますけど、はい、介入するんであれば、うん、どの帝国もですよ、うん、どっかに介入して対テロ戦、うん、はい、コインをやるであれば、うん、50年以上かかるんだと。だから50年入って統治をする、うん、その、なんて覚悟がなければ、はいはい、その国は介入しちゃいけないっていうのがルトワックの持論なんですよ。うん、はいはい、はい、50年以上かかるんですけど、うん、アメリカはもうすでに15年経ってますよね。はいはい、あと35年やるんですかね。っていう話ですね。だからトランプも引けないだろうということですね。はい、引けないと思いますよね。うん、はい。なので、うん、実はオバマ政権でやってたような無人機と特殊部隊を入れ込むんですけど、はいはいはい、でも無人機の方もかなり活用すると同時に、うん、特殊部隊もっと入れようとしてるのが今トランプらしいですね、うん、軍としては、はいはいはい、それがどう基地と出るのか強度出るのか、うん、でもこれはやっぱり帝国 のあれですから歴史の法則から言えばですね、まあ、こんな法則ないんですけど、うん、法則から言えばアメリカはまあ失敗するのが目に見えてるのかな、はいはい、
私は、我々はここはちょっとリアルに見なきゃいけない。うん、アフガニスタンは結局最終的には僕は失敗すると見てます。中東でやってる戦争を映画化した、はい、まあ映画ありますね、いっぱい。とか、いっぱいあるけれども、はいはい、ここ行きたくねえなと思うね。うん、あの兵士としてもこれテンション上がんねえだろうっていうふうには。ただその5万人の兵士たちはですね、うん、基本的にやっぱり意外とボランティア、まあ、志願して行きたいと言ってて、うん、それは俺たちの仕事をやっぱりここで何とか終わらせたいっていう、うん、やっぱりその純粋な使命感でやってる人たちは結構多いらしいんですね。はいはい。ただそれが、こんだけあと35年やるんすかっていう話ですよね。まあ、無理じゃないかなっていう、そう。そう、勝利の条件がね、わかんないし。そう、勝利の条件もないし。ないです。全然ないと思う。行って、個人的にも、これルーティングするものもねえじゃんみたいな感じに思うと思うよ。本当に。はい。これがちょっと大変なのかな。じゃあ次どんどん行きましょうか。はい。トランプ政権。はい。はい。じゃあ先ほどちょっとトランプ政権言いましたけど、僕今回笑ったのがですね、笑ったと言ったらあれですけど、メルケル。はい。これしましたよね、みんな映像見ましたよね。このメルケルが握手しようとしたら、握手しようとしたらトランプは何人も、うもうこれあのね、いい大人が何やってんだっていう感じだよね。握手しようとしてニヤーって笑って、はい、で目を合わさない。そう、目を合わさない、うん、全く、はい、あのやっぱりトランプ自身結構個人的なその好き嫌いがあるみたいで、うん、非常に面白いなと思ったんですけど、うん、まあ移民入れてるから握手できないっていうことでしょ。まあそうかもしれないですけどね。はい。それに関してですね、一つ面白かった記事が、まあ僕この記者会見見てて、日本では全然放映されなかったんですけど、PBS かな、なんか記者会見自身が結構 YouTube に上がってるんですよ。全体僕も見たんです。記者会見で一番面白かったんですね。いや、盗聴されたって今言ってるじゃないですか。トランプが。で、オバマ政権に盗聴されたと。メルケルさん、私はあなたと共通項が一個あります。うん、それは、うん、オバマに盗聴されたという点では一緒ですよね。すげえ面白い。メルケルも、メルケルもちょっと、みたいな、みたいな。記者団も全員笑ってました。これは面白かった。これは面白かった。はい。実際ね、NSA とかやってたわけですから、はい。オバマに登場されたね、一緒じゃないですか。メルケルは本当だからね。メルケルマジですから。トランプはわかんないけど。トランプ見ようですけど。はい。これはうまいこと言うなと思いました。はい。なるほどね、と思いました。これあんまり、日本、報道では出なかったんですけど、うん、はい、そこも日本の報道は大事なことはやってないから、ね、まあ大事っていうか、まあ、ちょっと微妙なところですけど、ね、記者団もう爆笑してました、ね、いや爆笑でしょこれは、はい、本当に、まあ、そういうことで、はい、はい、いや、それに関しては、そう、メルケルの記事ですね、うん、メルケルに関して、うん、リベラルの、うん、最後、まあ、今一般的によく言われてるのは、うん、メルケル自身が、うん、そう、西側のね、うん、西洋の価値観のリベラルな価値観を守る最後の人間希望の星だってみんなそうそうそう見られてるじゃん。それも前この番組でもね、はいはい、やりました、ね、メルケルが最後の砦だと、はい、リベラルたちのね、はい、でところがですね、これドイツ人、うん、あ、これアメリカ人ですね、はい、イギリス人か、クリス・ビッカートンという人がですね、うん、はい、ケンブリッジ大学の人なんですけど、はい、この方がですね、うん、いや、メルケル EU の状況を見てて、メルケル見ると、うん、メルケルが西側のそのなんとかしてる、うん、そんなの全然嘘だよって記事を書いてます。ニューヨークタイムズに出ました。なぜかというと、うん、メルケルは、そういう理念とか持って、うん、戦ってるわけじゃなくて、はいはいはい、ただ単に、ドイツのためだけにやってるっていう。うん、ああ、そう。超利己主義だよ、メルケル。なるほど。っていう理見を書いてます。だから、彼女が、移民うんぬんとか、全部嘘です。うん、はいはい。全部、信念や思想とかは、彼女にはありませんと。あ、なるほど。実は今回、初めリベラル的なこと言ってたけど、結局今、移民に対してものすごくどっかで、トルコと取引しましたよね。2016年、これ、3月、去年3月ですか。取引して、トルコに留め置いて、お前たちに金やるから、トルコで移民留め置いてて、そこで選抜してくんないみたいなこと言ってるじゃないですか。この時点でもう、移民のためのリベラルとか、それは実は嘘だと。だ、裏では調整し始めたんですよね。はい、もう全然もともとは開かれた EU とか言って、はい、こう入れようとすることを、今でもちょっと言ってるんだけども、はいはい、裏では結構調整し始めたと。はい、だから、トランプともし握手をしたかったら、ちょっと前言撤回して、はいはいはい、私がドイツに入れたかったのは、ポーランドとかみたいな負け組白人労働者なんですよと。で、そんなこと言えない。そういう本ちゃんものの、難民は欲しくなかったんですよっていうふうにメルケルが本音を言えばトランプは、おお、そうかっつって握手するんじゃないかなというふうな
だからこれイギリス人の厳しい見方かもしれないですけど、うん、そうそう、でもまあ今、はい、メルケルが裏でやってることっていうのは、はい、実際はこれちょっと本ちゃんもの来たらきついよと、いう感じにちょっとなりつつ、もうとにかくメルケルはドイツの利己主義のためだけに働いてて、 EU とかそんな全体的に考えてねえと、まあ、口ではなんかいろいろ言うんですよ、うん、でも彼女のアクションを見てみろと、うん、彼女のアクションを見ると、うん、そこに信念とかリベラルな信念とそんなもん全くなくて、うん、彼女の選挙民をいかに喜ばせるか、うん、いかにドイツのために働くか、ドイツの企業のために東側の、はい、負け組白人を入れて労働者にしたいと、うん、安い給料で雇いたいというのがやっぱり、はい、そうなんですよね、アクションを見ろということを非常に言ってるっていうのは、うん、これはなかなかいい視点だなと、うん、はい、まあ、イギリス人なりのね、非常にこう厳しい見方なのかもしれないですけど、うん、はい、いいとこついてるなと思いました。はい、はい、